はい、ということでね、さすがに小学生相手になったら格付けチェック負けないんじゃないか説ということで、今回小学生5人にお集まりいただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、今回は高い肉か安い肉か、どっちがいいものかってことだな。あ、いいものかっていう企画です。さすがに、まあ大人のお二人はね、これは安いよ、子供です。ちっちゃい子に子供ですっていう、まあ、こんな感じで本日もやっていければと思います。1問目、お肉。どっち？どっちが高い方？こっち。 A の肉と B の肉です。ってことで、まず、まあ、大人チームから行きましょう。まあ余裕でしょ。まあ、シュン君には負ける気しないですね。コアとセリシュン、コアとセリシュン。え、仲間なんすか？そうだよ、大人対子供だよ。そうっすか。お願いします。じゃあまず、じゃあ口開けてくださいね。まず A の肉です。いい味はしてます。高そうな、ちょっと風味がしますね。じゃあもう一個いきますよ。 B の肉いきます。 A の肉は安い方で、見てねえよ。 B の肉は高い方です。2階にちょっと A と B の部屋を用意してるので、高い方の部屋に行ってください。はい、まあどっちが美味しいか俺はすぐ分かったので完璧です。行ってきます。じゃあ俺はどっちですか。僕が選ぶのは高いな。僕は A の部屋です。いるいるいる。え、合ってるかな。なんだ、 A は柔らかかったんだけど B 硬かったんだよ。え、僕あの A 油が入ってるからなんか高いかなと思って。え、俺はそれでも B の方が味は美味しかった。味美味しかった。じゃあ次はゆかちゃんとさとしくん、 A の肉こちらです。え、こちら A のお肉となっております。好きなやつ。じゃあ次 B のお肉いきますね。はい、じゃあ次お二人は安いなって思った方の部屋。あのさ、ちょっと待って、これ皮で安いって思う、うん、これも断然差があるわ。安い。で、一人ずつ行こう、カドシから。なんで涼しいじゃないか。え、食べてきた。同じだな。イエー。安いと思った方って言ってた。安いって思った方。安いって思った方。え、安いって思った方。高いと思った方行くんだよ。じゃあ、安いと思う方って言ってた。え、ちょっと聞いてくる。あの、じゃあ高いと思った方って言ってたよ。まあ、じゃあいいんだ。今安いと思った方こっち。あ、じゃあ B 行った。安いと思った方。次は、吉野ちゃんと葵くんに行く。先に A のお肉行くわ。はい。安い方に行く。うん、じゃあ今回高い方に行きます。で、次 B の肉ね。行きよ。これが B。美味しかった。うん、どっちもまずかった。嘘。明星先生に最後挑戦していただこうと思います。明星先生反対ですよ。いや、こっちの方が似合います。かしこまりました。準備いいですか。はい。こちら A のお肉となっております。はい、はい、どうですか明星先生。まあ、美味しいです。美味しいです。味が変わりました。味が変わりました。どんな味になりました。ゴミと肉です。じゃあ B の肉いきますね。はい、これも美味しいです。これも美味しいです。辛そうだなって思った方のお肉のお部屋に入ってください。はい。うわ、辛っ。辛っ。なんで無理すか。なんで、ね、A か B か書いてある部屋のどっちかに入るの。高いと思った部屋は安いもの。はい、ということでお肉部門なんですけど、単純に言うと A の部屋に行ってれば今回正解です。はい、ということで今から正解だった方の扉を開けます。なんで待たなきゃいけないんだこれは。正解だった方の扉を開けます。まだ行きます。君ちょっとなんかオルタナチャンネルの指名ジャパンに似てる。そうなんだよ。3、2、1。わ、負けた。おっと、やっぱ自分の写真。
信じてよかった。よし、女子の声が下超えてるぞ。お次は食パンになります。いやーパンっすよ、味ないっすもんパンって。こっちが A のパン、こっちが B のパンですね。じゃあまず A のパンから。え、どっち、美味しい方当てる？高級な方当てる。はい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 。 A のパンでございます。どうですか A のパンは。あの嘘です。次 B のパンいきますね。いい部屋に行きました。いい部屋、ベッドがあるんで常に待ってないっていう気分があるんですけど、なんもないもんだって。それでいいですか。なるほどね。イエス、美味しかったです。これの方が 100% こっち。 100% こっちだ。 100% こっちです。じゃあ次いきますね。まず A のパンからいきます。美味しいもんよ。高いもん。 B は俺ら柔らかかった。 A はパサパサした。まあ、シュン君いないんですけどね、まあ、100% こっちの方がうまいっす。絶対もう間違いなくこっちっす。 B 言ってるシュン君の下はやばい。まあそうですね、こっちを選んだ理由としては本当に味がしっかりしてましたし、いつもの味に近づけてる方が美味しい。やっぱり、初めて。なんかさ、パッサパサの方がさ、味なかったからさ、ちょっと体には悪いな、あんまり入ってなさそうだから。なるほどな。なんで取るの？なんで取るの？するよ。アイドルかな。じゃあ今回食パンです。はい。A のパンが良くね。はい。美味しいですね。美味しいですか？よろしければ B のパンに行きます。はい。はい。じゃあ B のパンです。どうですか B のパン？美味しいです。じゃあ高級だと思った方の部屋に行ってください。こパイセン。パイセン。絶対これだった。パイセン板が。パイセン板が。絶対これだった。正解の部屋に入りますね。来るぞ。来い。行きます。あきおぱいせん、お眠りになられてました。じゃあ、眠いので、さようなら。はい、ということでね、どうですか、皆さん。はい、まあ、女の子チームと、僕が、いや、そうですね。まあ、そうですね。A のパンと美味しい、言い張ってた。ここはね、手が良かったですよ。1万円を渡すので30分以内に使い切ってください。小学生の自分になってアコースタを知ってます。え？あ、間違いない間違いない。あー、届いたの。